7番センター松永くん背番号8。8番レフト東優くん背番号14。9番セカンド梅野圭司くん背番号0。高校は滝のフィニックスです。お待たせいたしました。ただいまから第13回 RKK 期選抜学童軟式野球大会の決勝戦を行います。
Thank you.
して、ピンチヒッター藤岡さん、選抜学童軟式野球大会において当初の成績を挙げられました。おめでとうございます。そして続いて優勝旗が贈られます。おめでとうございます。優勝は岸形優愛の優でした。メダルをかけるお手伝いをしてくださっているのは、本日の試合中の場内アナウンスも担当してくださいました岸形小学校6年上島遥香さん、高平台小学校4年小山凛さん、宅間北小学校6年津田亜佑さん、石原みのりさんです。また後ほど副賞として両チームには特別協賛者のグリーンコープ生活協同組合熊本様からグリーンコープ賞金が贈られます。また有限会社ベースボールショップドラフト様からは、優勝しました岸形優愛の優には健康シーボーボールサンダースが、準優勝の宅間フェニックス少年野球クラブには健康シーボーボール2ダースが贈られます。本当におめでとうございます。本日素晴らしい試合を見せてくれた選手の皆さん、また熱い熱い応援を頑張ってくれた選手の皆さん、本当に素晴らしかったです。両チームの全選手の皆さんに、どうぞ皆様改めて大きな拍手をお送りください。本当にありがとうございました。これをもちまして第13回 RKKF 選抜学童軟式野球大会グリーンコープトーナメント終わります。どうぞ皆様温かい拍手をお願いいたします。優勝は岸形優愛の優。
ください。また今日の決勝戦の半分のノーカット版を DVD として販売いたします。詳細につきましてはチラシを両チームにお渡ししておりますので、そちらをご覧いただきぜひ思い出にお願いいたします。